ようございます皆さん。今日はしっかりお化粧しまして、土曜日なんだけど、キャメロンのジムナスティックがあって、フローレンスとキャメロンを旦那が連れて、まあ、もう行ってるんですね。で、私はこれから子供たちの秋服を買いに行こうと思って、もうフローレンスの長袖が何にもないから、そうだからそれをね、これから買いに行かなきゃいけなくって、でもお化粧もできて準備もできて行こうっていう時に、赤ちゃんのね準備次にしないといけないから、おっぱいあげて、でお洋服着せてで行かないと。で、このうちの、上の2人が帰ってきた時に食べ物があるように、ちょっとそれも準備しないと。今日はピンクを着ているので、目元もピンクにしてみました。もう久しぶりにメイクするから超楽しいです。眉毛も流行りの、なんていうの、マイクロブレンディングみたいな感じの、こう一本一本線を描いていくアイブロウにしてみました。3ヶ月になりました。もうすぐ4ヶ月か。もうすぐ4ヶ月だね。かわいい。ほら、準備していこう。見てこれ。もうやるよね。絶対やるよね。絶対やるよね。こうやってこう準備ができてて時間がない時とか、絶対こういうことが起きるの。ハッシュタグマムライフ。これから行くところは、子供服だけのスリフトストア、リサイクルショップ。行くよ。超楽しいよ。こんなに買ってきたの今日。秋服から冬服、子供3人分買ってきましたよ。今日使ったのは240ドルぐらい使ったんですけど、何着買ったんだろうね。すごい量よ、すごい量。これからタグあるじゃん、まあ、これを取って、で洗って、で子供たち の, あのクローゼットにかけます。これ可愛くない？これフローレンスのジャケット、冬のね、とか、あとハロウィンが近いじゃん。だからハロウィンのコスチュームいっぱい売ってたの。でハロウィンのコスチュームなんて、その年に2回ぐらいしか着ないんだよね、そのハロウィンの時期に。
最高で3回とかしか着ないから、あのフルプライス出してる暇ないというか、これはあの何お化けじゃなくて何だっけ、魔女じゃん。でこれはピンクモンスターだって。ピンクモンスター、あーこれが頭につけるやつ、このフローレンスのやつで、あとねエディソンにこれ買った。エディソンは、パイナップルになります。今年パイナップルで、キャミーのは買わなかったね。キャミーはすごいあのこれになりたいみたいな毎年強いから、去年はポリスオフィサーだったんだけど、で絶対違うのあげるたら怒るんだよね、これを着たくないって多分なると思うから、もうその年なのよ。だから今年のは彼に選ばせてからと思って。じゃあ見る何買ったか見る。こんな家にあったら別にいいよね。赤ちゃんの服は可愛いんだよね。赤ちゃんの服可愛いんだよ。なんか私はこういうシンプルなやつ、これはパジャマだけど、これとかも4ドルとかなので、このさ着物スタイルが好き。わかる？着物スタイルってなんかこういう風に締めれるやつが好きなの、赤ちゃんのは着やせやすいから。そうそうそう、このとかこれも着物だね、これも着物スタイル、ヒュッてなるやつじゃん。こういうカラーが好きなんだよ私。ちなみにこれバーツビーツのほらスキンケアの有名なバーツビーツあるじゃん、お洋服も出してるのね。これとかもまあ6ドル50セントとかそんな感じ。ブルックリン出身じゃないけどね。とかそういうのいっぱい買ったので、あとフローレンスのもそうだし、可愛いじゃないこういうの。こういうのは6ドル50セントとか。そう、あともうパンツだよね。今ポッティトレーニングしてるから、トイレトレーニングをしてるから、いっぱいパンツをさ買わないと。じゃん、いっぱい買ったよ。 4着とか。こういうジーンズとかは5ドルとかそんぐらい。じゃん、もう彼女は今もうほんと自分がプリンセスだと思ってるのね。だからこういうプリンセスのさ服よ、プリンセスって書いてあるの服よ。これ可愛いんだよ。 Me? Princess? Obviously。私プリンセス決まってんじゃんみたいな。あとこれはレインコートかな、かわいいでしょ、超かわいくない？これフローレンスのやつなんだけど、これベイビーギャップのやつ、これ9ドル50セントだった。かわいい、ちょっと厚みがあるから、なんかドットなんだよ、かわいくない？ちょっと厚みがあるから普通になんていうの、秋コートとして着れるよね。じゃーんとかさ、そんな感じよ。あとキャミーのはこれ C って書いてあったから買ったのキャメロンの C だから。これは4ドルだって。あとこういうのさ、なんかこういうのはスクールピクチャーがねすぐ多分始まるんだよね。なんかそれを一応買った。これはベビー、あ、これはギャップの普通の白いシャツなんだけど、これはもう5ドル50セントって安いね。とかさ、あとうちの息子がジムナスティック、キャメロンジムナスティックしてるから、ジムナスティック用のこういうほら運動用のパンツとかさ、このとかは7ドルとか、ジョーダンだって。あとこれ、そうだね。なんかもうそんな感じよ。大体、まあ、普通のさ、ああいう普通のお店に行ってお洋服買うことも多いけど、この
リサイクルショップに行くの好きなのね私。ほら今流行ってるっていうか、ほらみんなそういうのにフォーカスしてきてるじゃん最近。プラスチックをあまり使わないにしようとかさ、プラスチックバッグを使わないにしようとかね、なんか服はもう買わずにあのユーズドの服を買おうみたいな。そうするとそのお洋服作ってる人もっとこの先いっぱいもっと作らなくていい、良くなってくるじゃんっていうのも、なんかそういうお洋服を売れなかった服を捨てるのにすごいお金もかかってるし、もうもったいないみたいな。だからそうユーズドの服を買おうっていう動きがまあ多いじゃんね最近。それもそうだけど、昔から自分自身も古着とか好きだから、あのトリストさ行くの好きだからさ、それでそうそうそう、まあ、あと子供のお洋服はね一瞬だから、すぐ大きくなるし、あの何でも何でも着れないね。そうだから、ユーズドでいいのよ、ユーズドでいいので、もちろんこういうとこ行ってあの買うのちゃんとさ見てさ、こう穴が開いてないとかとか、こう弱ってないかとか、こう着古しすぎてないかとか、そういうのも全部チェックして買ってる。うん、可愛くない？ Because I'm a princess, that's why。 だって私プリンセスだから、それだから仕方ないじゃんみたいな。よし、これから食べきるよ。じゃあね、みんな、バイ。オーケー。オーケー。おはようございます、皆さん。今日はね、これからランチを食べに家族で行くから、Get ready with みんな的な感じでちょっと撮ろうかなと思いますよ。使うファンデーションは IT Cosmetics のこのファンデーションを使いますね。 CC クリーム、SPF が40入ってます。で、私これ買った時になんでこれにしたかっていうと、ポーレスフィニッシュフルカバレージなのね。アンチエイディングとあとハイドレーディングセラムっていうか入ってるの、すごくない？ それだから買ったのね。 OK、 もう肌は全部あのモイスチュアイザーとかしてあるんだけど、使う化粧下地、今日使うのはこのメリーケンのやつなんだけど、なんで私がこれを持ってるかっていうと、あの私が学校行ってた時に、エステ私なんだかんだエステのクラスの子と仲が良かったわね、学校行ってた時に。でそこにお母さんと娘で2人で来てる可愛いさ親子がいたわけで、娘さんが20代前半でお母さんは多分40代後半とかの方だったんだけど、2人でクラスあの受けてたのね、超可愛いでしょ。でそのお母さんがメリーケアを売ってる人だったのね。で結構メリーケアの中のボスだったのよ。で彼女が卒業するときにこれあげるって言ってプレゼントって言ってくれたわけ。それで使ってるんだけどね、結構いいよ、結構いい。これを気になるところに塗るでしょ。でファンデーション使っていきますね。あ、てかさ、今ファンデーションここに出しちゃったけど、このファンデーション塗る前にこのカバーフィックスのイルミネーターを使おう。インスタグラムの動画で見るでしょ、こうやってやってみたいな、こうやって適当につけたじゃん。この顔の高く見せたいところにつけましたね。でしたらちょっと指で叩いて伸ばしていきます。ファンデーションの下につけるのが一番こうこの商品の良さが出るというか、うん、もうなんかこう分かる、このさわざとらしくないこう艶感を出してくれるわけ、このイルミネーターが。わざとなんだけどね、お化粧だからわざとなんだけど、すごくない？この OK で、ファンデーションも適当に塗っていくじゃん。ホープさん雑って思った？雑だから、昔からね。でしたら指で伸ばしていきました。私はこのファンデーションは
こうやって指でこうなんていうの、ちゃんとこうお肌に入り込むように伸ばしてからスポンジで伸ばしていくのが好きです。スポンジで仕上げるっていうのかな。指で全体的になじましたじゃん。この顔が白いね。これさ手間かかるんだけど、でも顔が白いね。手間かかるんだけど、こうやると綺麗に仕上がるんですよ。今使っているスポンジはちなみにリアルテクニックスのスポンジです。このスポンジあるじゃない。昔はさオリジナルのビューティーブレンダーのスポンジが一番優れてたけど、今もう2019年どのブランドのスポンジも本当にいいよね。いい仕事するよね。全然無名のブランドでもさ、なんか TJ Maxx とかで売られてるのとかでもいいって聞くし、なんかもう関係なくなってきちゃったね。本当ブランドが本当、それこそ5年ぐらい前まではオリジナルビューティーブレンダーがもう本当に何、一人勝ちみたいな感じだったけど、 OK。 したらコンシーラーを塗っていきます。コンシーラーはタルトのコンシーラーを使っていきますね。で、これを手の甲に出してこのコンシーラーブラシで伸ばしていきますよ。もう自分が妊婦の時全然お化粧してなかったから、こういざね、子供が生まれてお化粧するぞっていう時すんごい楽しいすんごい楽しい。なんかもう今はうちの旦那が子供たちを見てくれてるんで、その間にお化粧バババッとしちゃうっていう感じ。自分がだからお化粧する時はもうそんな感じじゃないと数時間ないです。で、今この尖ってる方で伸ばしてるの。うわ、すっげえ。さすがこのコンシーラーほんとすごいわ。タルトのコンシーラーほんとすごいわ、ほんとすごいわ。今真っ白に見えるじゃん。でもさ、ムラがないのよ。ちょっと目元は今何もつけてないからあれだけど、すごくない？このコンシーラー。 OK。 今さ、白って感じでしょ。だから顔をウォームアップしていきます。このここと合わせていく感じ。私が使ってるのが YSL のブロンザーです。で、これをナンバーかわかんない小さいやつで取って、のせていきますよ。こういう感じ。チークはこのシグマのやつにしようかな。色味はこういう感じです。ハイライトはタルトのこのハイライトを使っていきますよ。最近の眉毛のやり方はね、コンシーラーを、さっき使ったコンシーラー同じやつを取って、先にこうやって縁取ってるの。
でこう目元も全体的に塗るじゃん。これがベースです。こういう感じ。そしたらふわふわしてるブラシでこれをちょっとブレンドして、こういう感じで、今流行りのなんだっけ、マイクロブレンディングしたみたいな感じの眉毛を作っていきます。テンチドブローパーメっていうやつなのね。で詳細は全部下のところに書いておくんで、こうやってここに取ったじゃん、これスパチュラで、アングルのブラシを使って、これシグマのやつなんだけど、こう上手に全体的にブラシにつくようにして一本一本描いていきます。You see that? なんか超わざとらしいけど、こういうふうにやっていくので、大事なのはこの先端の方なのね。で後半の方は、まあ、ちょっとこうこの色のない場所を埋めていく感じみたいな。で本当に自分の毛の毛なりに、毛並みに沿ってこう線を描いていく感じでやってます。ちょっと電池が切れそうなんだよまた。でこういったコームで、あちょっとやばい、 濃すぎたとか、あ失敗したとか思ったらこうやって鳴らしてあげるのね。 OK で OK、これエルフのクリアなやつなんだけど、これで溶かして、で眉毛おしまいって感じ。 OK、 目元と顔全体に、顔全体、目の下にこのパウダーをのせていきます。てか正直これ一番初めコンシーラーをやった時点でやるの忘れた。電池が切れそう。これ終われないかもしれないな。お化粧が終わりました。外で撮ってみる。っていうのも光が綺麗だか。っていうのも光が綺麗だから。光が綺麗だから。こんな感じで終わりましたよ。リップスティックは、まあ、詳細は全部下の方に書いておくからね。見てください。このさ、つけまつげすごくない？あのね、2レイヤーになってんのよ。2つレイヤーがこうくっついててボンボンみたいな。だからバッサバサに見えるわけで、ちなみにつけまつげは私今でもついてるんだけど、こっちに3本こっちに2本とかしかついてないのね。だからもうそういう時はピッてつけまつげをつけちゃいます。で自分でまつげエクステンション取れるから、もう今夜でも取ろうかなって思ってる。言うの忘れたけど、まつげエクステンションつけている方絶対におすすめしないです。まつげエクステンションついてるのにつけまつげ上からつけるの絶対におすすめしないです。絶対にやらない方がいいから説得力ないよね絶対やめた方がいいよ。ボロボロになっちゃうからね。もう私自分でつけるし取れるから、
ていう感じ。これからスムーディーを作ります。ほうれん草、バナナ、パイナップル、フローズンパイナップル、フローズンマンゴー、グリーンブーストパウダー、お水、母乳育児についてちょっとお話をしようと思います。私がエディソンを妊娠してる時に DM もらったので、日本人の方だったんだけど、彼女がなんか彼女はアメリカに住んでて、でその今妊娠してると、で彼女はアメリカに住んでて、で赤ちゃんが生まれたばっかりなんだけど、ちょっと母乳に手こずってる、母乳育児に手こずってるっていうので、どういうふうにこう母乳をたくさん出しましたかみたいな、なんか私、エディソン生まれた時にインスタグラムのストーリーで、あの母乳をさ出すぎちゃってたから、いっぱいだパックして、あのプラスチックのさ入れ物にパックに入れて、母乳を入れて冷凍庫に入れて冷凍してたのね。でそのストックを、その YouTube、 インスタグラムのストーリーにあげたら、そういう質問もらったの。どうやってそんなにおっぱい出てますかみたいな。でで彼女にアドバイスもらったんだよね。あのアメリカに住んでる日本人の方で、その母乳をどういうふうにこういっぱい出したらいいかみたいな、悩んでる人多いと思うし、調べても出てこなかった、日本語で調べても出てこないから、なんか私がそうやってアドバイスのビデオ作るといいんじゃないですかみたいな感じで言ってくれたのね。このグリーンスムージーは本当に大きいのね。まず母乳を出すことで大事なこと、私の中には3つあって、3つ。1つがあのお水をたくさん飲むこと。お水をたくさん飲むと、あの母乳って最終的には血液だからさ、私自身の血液だし、だからお水をいっぱい飲むことによって血液作られるわけ。だからお水をたくさん飲むことってすごい大事なんですね。でお水をとりあえずたくさん飲む。で2つ目が、緑をたくさん飲む、摂取すること。で緑をたくさん摂取するのって人によっては難しかったりするじゃない。なんか例えばその生野菜を食べるのが苦手な人とかさ、あとなんかそういう例えば赤いものとかは好きでも、例えばこうなんていうのかな、トマトとかなんかリンゴとかなんだろうね、人参とか、そういう赤いあの食べ物とかは好きだけど緑の方は苦手みたいな人とかもたまにいるわけじゃないとかさ、そういう人にもやっぱり母乳をたくさん出すためには緑をたくさん取らないといけないのね。でどういう風に簡単に取れるかっていうと、ティン、スムーディーなわけで、スムーディーは私のこれ見てわかると思うけど、800cc、800cc の緑いっぱい入ってるじゃん。で、あの私がそのさスムージーに入れてた大体の緑は何かっていうと、ほうれん草だったんだけど、あれを手
の一握り大きく一握りこうやって2回入れてたじゃない、だから2握り入れてたじゃん。であれそうなんだけど、でそれにプラスあのグリーンブーストパウダーっていうすっごい栄養がたくさん入ってるさ、ビタミンもたくさん入ってるパウダーがあるんだけど、それを加えてるので、たくさんまあ緑を摂取してることになるのね。で、材料はすごいシンプルだでしょ。なんか緑と、あ、ほうれん草と、あと自分の好きなフルーツ、私はこのバナナとパイナップルとマンゴーのコンビネーションが好きなのね。だからそれじゃん。で、私はお水が好きなんだけど、人によってはミルクでもいいと思うし、私も昔ミルク使ってたけど、なんか水の方がさっぱりしてて好きだから水を今加えてやってるけど、あと物が切れてなかったらセロリを加えたりとか、あとケールを入れたりとか、うん、そうしてるな。そのコンビネーションが美味しくて私は好きです。うん、そうで、3つ目に大事なのが、私の中で大事なのがその母乳を作るのにオートを取ることなのね。でオートミールが私はすごい好きだから朝オートミールを食べることが多いです。でオートミールも苦手な人多いと思うんだけど、私一番初めこっち引っ越してきた時苦手だったの。何これみたいな、なんかドボドボしてて、なんかヌルヌルしてて気持ち悪いみたいな感じだったのね。っていうのもうちの旦那の実家に昔行った時にオートミール出してくれたんだけど、私が好きじゃないタイプのオートミールが出てきたわけで、それから何にオートミールってこうなのみたいな感じだったんだ。で自分がいろいろそのオートミールのことを知り始めてから、その試してで、あ、これは美味しいって思ったのが、簡単に作れるクイックオートっていうのがあるのね。ホールフーズとか行って行くと売られてるんだけど、そのクイックオーツにちょっと水を、レシピ今度作るね。この3つが母乳を作るので私の中で結構好きというか、私の中で効いてるものなのね。私の体はそれで母乳がたくさん作られてるし困ってないし、どこ行くにももうなんていうのかな、哺乳瓶とかもいらないし、もう完全母乳なんだけど、私はもう一人目からずっと完全母乳でやってきてて、一人目は1歳まであげてて、二人目は1歳と9ヶ月まであげてて、で2歳まであげたいなと思ってて、その時に妊娠したから3人目をで、やめなきゃいけなくって、二人目の妊娠した時に授乳やめて、で今3人目。さ、私の体をはさ、妊娠すると母乳をあげるっていう風に分かってるから、それだからもう今とかは全然なんていうのかな、すごい問題のない簡単に母乳が作られるような体、もう体ってほら覚えるじゃん。そうでできるんだけど、でも私ももちろん一人目のケムロの時は初めやっぱりなんていうのかな、出なくって、病院に行った時にさ、病院の看護婦さんがなんていうの、ポンプ持ってきて、もうとりあえず吸いなさいポンプでみたいな、吸うと出るんだから吸わせなさいみたいな。でもう授乳してない間は寝なきゃいけないのに、寝る暇もなくずっとポンプしてみたいな、そういう感じで始め出してっていう感じでした。だからとりあえずその授乳で悩んでる方、人の体の作りにもよってやっぱり大変じゃない、簡単に出ないとかあると思うんだけど、まず一番初めにとりあえずたくさん水を飲むの。水を飲んで悪いことないし、だからお肌にもいいしね、便秘の人とか改善もされるし、だからとりあえずお水をたくさん飲むことと、あと緑をたくさん摂る。で私みたいにスムージーでやるとお水もたくさん摂れるし、緑もたくさん取れるからすごいおすすめで、オートミールおすすめ。オートミールをたくさん食べるでやるとちょっと変わってくるんじゃないかなと思います。でマッサージしてあげるのもいいかもね。このー
なんていうのかな、乳管をほぐしてあげるためにこういう感じでさ、マッサージしてあげる、こうやったりとかしてあげて、で結局そのさ、おっぱいのあたりをマッサージしても結局さ、出てくるとこっていうのはさ、ほら乳首のわけじゃん、乳首のとこが出てくるわけじゃん、だから乳首も柔らかくしてあげないと出にくいからマッサージしてあげて、ってやってみるとどうでしょうか、どうでしょうか、それでちょっとよかったらやってみて。あと便秘に悩んでる人、これ飲んだら2回目のシップあたりでトイレ直行よ、ほんとマジでほんとに快便、はあ超うまい、見て超うまい、超うまいわ、なんかたまに時間なくてつく、たまに時間がなくってスムージー飲めない日とかもあるじゃん、でそうするとあーみたいな、なんか今日飲めてないなーって感じなわけで、そうするとあれしてます、もう作るときにいっぱい作って、これうちのミキサー、これが2個分と半 2個半ぐらいまで作れるわけだから、もう時間があるときにその分作って、で冷蔵庫に貯めておく、朝ごはんとしても食べれるし、お昼としても食べれるし、まあ、私はスナック感覚で、その何、ご飯とご飯の間、お腹空いた時とかに食べたりとかしてます、飲んだりか。私が学生の時は朝9時から3時半まで学校に行ってたんだけど、朝まず授乳するじゃん、フローレンスに、で学校行かせて自分も学校行くじゃん、でしたら自分のランチの時間帯が、12時ぐらいにあるんだけど30分ぐらいしかなかったわけで、10分か15分自分のランチ食べて、でその後学校が私だけに特別にお部屋を貸してくれてたのね、小さいお部屋を、でそこに行って、手動のさポンプあるじゃん、あれで、搾乳して、でそれを冷蔵庫に、学校の冷蔵庫に入れて、冷凍庫に入れて、凍らして、で、自分が学校出るとき、帰るときに、その凍らしたおっぱいを冷凍庫から取って、自分のランチボックスに入れて、で子供たちを迎えに行って、で家に帰ってきたら、また冷凍庫に入れて、みたいな。で、それを翌日、娘が学校に行くときに、一緒に持ってって、彼女はその私がランチの時に搾乳してる時間帯、彼女はお腹が減るわけじゃん、幼稚園で、で、その時もちろん彼女離乳食食べてたけど、それにプラス私の何、おっぱいをその先生が、保育園の先生があのあげてて、これ ボトルであげてみたいな、そういう感じでやってました。だから止まらなかったしね、おっぱいも止まらなかったし、自分が学校に行ってる間、そのランチとかこれ持ってってた。学生さんとか、あとお仕事してる方はランチ持ってくじゃんか、職場とかに、でにこれ持ってく方が定期的にちゃんとしっかりとこうスケジュールの取れたランチを取れるというか、なんか1日に1回ランチにこれを飲むっていう、何、こういうルーティンができるというか、だからすごいおすすめです。私はこのメイソンのジャーにたっぷり入れて、で蓋売られてるじゃん、別売りで、でそれを蓋買って、で学校着いたら冷蔵庫に入れてみたいな、でお昼に飲んでみたいな、なんかそんな感じでやってました。もしよかったらやってみてね。で、おっぱいがなんかちょっと変わってきたと思ったら、ぜひコメントで教えてください。このカウンタートップ最高に嫌い。すっごいなんかブサイクじゃない？この色が。超ブサイクだよね。黒くってさ、なんか暗いイメージなの。ほんとやだわ。